たたた。あれ？今日文字が打てないわ。リップと、あーもう大文字も小文字もないね、もう。うん。ほい。はい。お待たせしました。こんばんは、おいた、はくさま、こんばんは、おかえり、ありがとう。そう、滋賀の感じを味わっていただけましたでしょうか、ストーリーで。あおいたん、こんばんは、あ、はるみみん、こんばんは、ただいま、あ、そうだ、そう、こっちに帰ってきてからの配信だね。昨日まで滋賀だったから。こんばんは、ジロタンタン、こんばんは、ソシさん、こんばんは、ただいま、おかえり、やー、リホちゃん、やー、ありがとう、インスタ早かったね。あおいやん、ん？イムくんやん、ありがとう。鼻大丈夫？いや、そんな、多分やられたんですよ、滋賀のホテルでやられたんです、あおいた。こんばんは、あ、はるぱるさん、こんばんは、ただいま、おこまし、がこすい、こんばんし、ありがとう、鳥を言ってくれたの、ありがとう。あおいたん、こんばんは、ひであきさん、あれ、ひであきさんって、ええあれ、ひであきさんって、あれ、あーやさんのアバター来た秀明さんって来たことある？あおいたんのところ、あれ、すごい久しぶりとか、あれ、ありがとう、来てくれて。前髪薄くない？うん、そう、本当に何もいじってないよ今日。こんばんは、あー、えのちゃん、こんばんは、ありがとう、インスタありがとう。寝落ちしそうだった、ごめんね、和語遅くなって、ただいま。どうも、ヤンデレラのイムくんです。ヤンデレラどうした？文字はローマ、そう、ローマ字入力。あおいたん、おやすみなさい。あー、マッキーさん、ありがとう、おやすみなさい。トト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 ト、こんばんは、あ、違う、こんばんちゃん、ケンピー、こんばんちゃん、ありがとう、ケンピー。あ、これね、メロングマ見て、メロングマ。こんばんは、あ、月瀬さん、こんばんは、おかえりよ、ごただいま。すごいね、滋賀は近かった。なんだ、メガネか、な、なに、なんなのあれ、メガネじゃないとさ、ゆうずりメガネじゃないとバイオレも何言ってるかわかんない。今さ、矯正つけてるからさ、滑舌が悪い。滋賀は暑かった、暑かった、もうね、滝のように流れるんですよ、汗が。滋賀の配信見れなかったわ、しくしく。いや、滋賀のね、あれですよ、滋賀のあの車の中でした配信が大好評だった、確か。おかえり、ただいま、ありがとう。よー、あおいたん、今日もかわいいね、ありがとう、ゴーさん、ただいま。こんばんは、ご無沙汰した、あ、まつみさん、ありがとう、ただいま。殴れた？殴れてない。リオ、お疲れ様でした、ありがとうございます。すごいね、暑かったけど楽しかったです、滋賀のホテルで。いや、ほんと滋賀のホテルやばかったんだから、本当に。あ、暑いね、ありがとう、ケンピ、暑いね、パタパタ、ありがとう。清楚な美人さんがいる、私ですか？嘘、清楚？あれ、なんかあおちゃん髪の毛伸びるの早くない？あれ、だから休みだったわ。休みじゃない、多分すごいね、トリオさんは午後回転が多いんですよ。だから結構トリオさんのツイッター見ればわかる。そうで、なんかいつもなんだ、なんか12時とか、今日は14時からとか、なんかね、そんな感じなの。たたたたたたた、超お久しぶりです。あ、そういうことか、ありがとう、ひであきさん、ありがとうね。ぜひ右上のハートピンクにしてね。たたたたた、なんてこったわご、なんてこった、パンナコッタ。ホテルの部屋に誰かが入ってきてやられた、こう、なんでわかったの？違うんだけど、違くないんだけど、そういう、ちょっとなんかあった。もうね、ホラーだった、いろいろ。あと、コインランドリーがめっちゃ怖かった。そう、コインランドリー、もう、はあ、これはまた今度話すわ。耳の日焼けが痛い。あ、真っ赤だったもんね、耳ね。大丈夫？前髪巻いてないだけか、もうそう、なんかポイって溶かしただけ。
ねえ15号、そうやばいんですよね台風。皆さん台風やばいんですけども、明日のペーパーとか明後日のゼップ東京とかをやりますよ、もちろん。こんばんは。あ、メガネかわいい、ありがとう。こばさんただいま、滋賀のお写真ありがたかったわ。あ、よかった。そう、そう、滋賀はね本当暑いしあれらしでね。そうでもすごい、なんだっけ、オフ会で近江牛も食べれたし、そう、楽しかった。何、耳だけ日焼け止め塗り忘れ、芳一みたい、誰誰誰、歴史の人物、滑舌が悪い、平常運転だと思うけど、本当になら OK。 車の中から見たか、なんかね、自然光が青いタンをなんかモレモレにしてくれたの。50青いタン、ありがとう。はるぱるさんありがとう。明日会える、ごめんな。青いタンが滝のような汗流してる頃、俺は涼しいところでポッケット遊んでた。もうほんとね、なんだろうね、まあでも多分それは滋賀だけじゃなくこっちも絶対暑かったと思うんだけど。どうもこんばんは、あおいたん。滑舌悪いあおいたん、また滋賀県生徒、あおいたん、ありがとう、ゆうたさん。滋賀ありがとうね。ね、ゆうたさん真っ赤だったから。てか、滋賀のホテルのアクシデント早く行って、聞きたいよ。いや、滋賀のホテルは、まあなんだろう、これは言うとキリがないんだけど、まず、びっくりしたのは、コインランドリーが屋上みたいなところにあって、で、なんか、オフ会が終わって、帰ってきて、みたいな。結構深夜の1時半とかに配信したのに、何時だっけ忘れたっけ、1時半とか2時とかにコインランドリーに行ったんです。そしたらコインランドリーが屋上の外にあって、で電気も何もついてない真っ暗なところに洗濯機があったの。まずそれがめっちゃ怖かった。そうそうなので、急遽一人部屋になったもんだから一人でコインランドリーに行くしかなくて、本当に泣きそうになった。うん、襟元にゴミついてる、これはリボンだよ。じゃあ今日も行ってみよう、行ってみて。やられたんかい、キャー、やめてくれホラーは。しかもお部屋に不思議な絵が飾ってあったとか、コインランドリーホラーやが、もうほんとホラーやった。だからもうちょっと鼻は大丈夫。あー、赤穂先生おかえり、無事にお帰りなさい。鼻ね。でしかもなんかそう、あおいたん、そうハウスダストとかにダメなんだけど、アレルギーで、ホテルの部屋のあれがすごくて鼻やられた。どこだ、コインランドリー型のお化け屋敷、なんか違うけどそんな感じだよ。肌焼けてシャワー浴びるといた、あそうだね、あおいたんもうね、とにかく日焼け止め塗って日が差してとかしてたけど、ホラー気になりますね、松井さん。まあ、続きが聞きたい方は、明日のペーパーアイドルでお待ちしてます。こんばんは、あーゆっぴーさんこんばんは、ありがとう、ただいま。50ターン、ありがとう、ターン、リホターン。15日は危ないね、結構台風やばいですよね。台風って関東あまり影響ないのでは。でも関西から関東に来るんちゃう、やるんだな、明日の朝のバスで行くから。やるよ、気持ちはやる。ちょ、物理的に無理だったらすぐ言うけど絶対にやる。あ、レイトさんありがとう、また来てくれてありがとう、ハートありがとうございます。おとといの昼間、車の中から走ってたすんごい可愛い子がいたんだが名前忘れた、君に言ってんの。あれ、ちょ、なんか自然光をさ演出するライトとかないんかな。日焼け痛いけど楽しかったか、大丈夫、ぴょん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 、よかった。いやね、もうすごい楽しい遠征になりました。自然光が天使を降臨させた、いつも大天使だぞ、ありがとう、ワゴ、君だけだよそんなこと言ってくれるのは。てか iPad と照明に問題があるような。まあでもそう、 iPad はそうだし、多分なんかうちのその部屋の照明とこの女優ライトといろいろ問題があるかも。鼻調子悪い、早く良くなっていいね、ありがとう。まだね、はるぱるさんすぐ心配しちゃうから。東京は台風の影響ないべ、やるかもじゃん。いやでもそもそもだって遠征してくる方にも影響があったら大変だから。牧場にコインランドリー、そう、そんな感じだよ、全然違うけど、屋上コインランドリー、深夜もうね、そう、のばちゃんと同じ部屋のはずだったのに。耳なし陽一ね、芳一、芳一誰、電気ないの、やば、それ電気なかった、やばかった、なんてほら、もうめっちゃ怖かったね。そう、しかもちょっと一個だけ文句言うと、今なんかコインランドリーね、なんか他のホテルは今まで200円だったの、洗濯機
洗濯するのに。なのにそんな屋上怖いところにあるのになんか300円取られた。そうえっと電話でのばな呼んで、いやでものばちゃん朝早いしなと思って、のばなの下着のと一緒に洗えばいいじゃん。いやだってそれはちょっとあれかなと思って、いけるかもしれない。あ明日じゃあ待ってるね。え一人部屋なしてのばは。じゃあちょっといろいろあって別になっちゃったんだよ。そう、絵の裏にお札はなかった。そうなんか行く時に他のスタッフさんがなんかそのホテルの部屋になんか変なとこに絵とか鏡があったらなんかその裏見たらあったりするんだよねみたいなことを聞いてたのね。だからもうなんか余計そう嫌になっちゃって、そうコインランドのために外に出るのって、あそう暑かったのはあるかも。ハウスダストか、なるほど。そう、それで鼻がずっとやばい。え変な絵が飾ってあったって、その絵の後ろお札貼ってあるパターンのやつやん。でもうそういうのもうやめた、もう忘れた。滋賀なんて、滋賀は忘れないけど滋賀のホテルは忘れたもん。おかえり、あ団長ただいま。団長帰ってきた。お部屋なのにハウスダストに弱いだと、うん、大丈夫、アウターの部屋は綺麗だから。こんばんは、あおたんありがとう。 TAT さんこんばんは。初見詐欺、あはおさんこんばんは、あおいたんです、おかえり。続き気になるけどさ、物販短いじゃん。そんなことない、そんなことない。あおいたんこんばんは、あわたるんでおかえりありがとう。中国地方から日本海に抜けそうだけど本当に急に曲がって関東来ない。幽霊と友達になりましたか。ちょっとそこまでちょっと許容範囲広くなかったイリン。あおいちゃんこんばんは、あわーさんありがとう。ハローアゲインね、ハウね、ハウ。あおいちゃんお帰り、ちょっとホームシックかかったのか、イヤホン忘れても、あらそう、あのねすごい、そうもうホームシックだったよ。滋賀にいるときペンないな、どこ行った、ペンがないね。ペン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 、あった。そうか、今日は浜松町だったな、あれ忘れた。そう今日は、皆さん本日8月14日は、浜松町駅北口文化放送サテライトプラス広場でペーパーアイドルでーす。はいはい、ありがとう、ありさんありがとう。滑舌が悪いから屋上が牧場に聞こえる。嘘、そんな悪い、ごめんって。高いじゃん、ブンブンブン、もう怒らんといて。その服リボンかわいいな。嘘、見えた、ありがとう、センキュー。300円、それは怖い。うん、そう、と思って、そう小銭ないよと思っていた。怖いわそうホラーであった。森塩人から、そう塩持っていけばよかったよ。キューワヘアセット、すごい綺麗な、あ綺麗、センキュー。チミが途中から来たお友達のライブの DVD できたのが渡す機会ないので、鳥王に置いて何の宣伝。名古屋帰ってきたよ。んなんかおかしいね。団長。アオイタのお部屋はママタンがお掃除してます。やめなさい。お盆だからね、いろいろと連れてきちゃってるんじゃない。本当に。なんかみんなビビらせてくるやんね。明日台風で電車止まったらごめん。ねえ。台風、いやでもなんかねえ。ちょっと、まあね、本当、皆さん台風とかね、気をつけていきましょうね。南波さん、あーすやすやなつさんありがとう、こんばんは。急に曲がったら関西来るじゃん。あれどういう進路方向だっけ。今さ準備してたけどペンラないわ、どこ行った。嘘、ペンラ大事なんですけど、和合ピンクよ。ハッピーバナナって声かけられた、かけられてません。ちょ今度ちゃんと、あーやばい、明日エンジェルだ、やばい。次会った時はなんか、よコミお疲れとかね言ってみてって言われたから言わなきゃいけないんだ。サンクスはいた、いえいえ、大福のやつだよ。おいっぱい見て DVD。 明日関東は大丈夫、明日大丈夫、明後日はお化け屋敷として、うちが阿波踊りは明日は中止らしい。阿波踊りがあるの、ハルミン。スリルを味わうことができるから300円と高めなんで、あそういうことなの、あそっか、なんかごめんなさい文句を言って。台風これから葵たんの家に行くよーぶーってまあそっか、なんか家飛ばされないかな。
でもさ、滋賀が台風で荒れなくてよかったわ。あ、ね、そうとか、なんか帰りとかちょっとやばいかなって心配だったけどさ。でもそう、本当に帰りは、まあ、案の定お盆ですから渋滞に遭いまして、でもう終電なんて間に合うはずもなく、そう、全員メンバー全員、そう、先になんかね、2台あって、車が先に帰った組と後から帰った組で、楽後から帰った組なんですよ。そう、もうメンバー全員終電に間に合わなく、そう、大変でした。花火大会楽しかったですか？花火大会？花火大会？何のやつ？何のやつだ？入場料300円安いですよ。おイーリン、イーリンのお化け屋敷か？台風は四国直撃で、大丈夫ですか？四国の方。四国、阿波踊りは徳島だろ？そうなの？全然、もうなんか、阿波踊りか。阿波踊り？阿波踊りってさ、なんか、あれだよね。祭りだよね。あうたんおかえり、ありがとう。けど、ペンラどうしてもないときは買います。ありがとう。寂しかったよ、けどごめんね。ちみの分まだがなかなか私に行けないわけよ。そう、明日浜松町だけど。渋滞やば、そう、渋滞やばかったです。そう、みんなで「地獄だこっから」とか言って車の中で笑ってた。ちなみに夜行は渋滞巻き込まれる予定よ。嘘。すごいね。そう、渋滞に渋滞でした。帰り渋滞楽しかった？まあでもなんかみんなでね、乗ってたのが、まあ、ラックで、葵たんと、ユスさんと、アリネと、あと、SIR さんで、撮影会に参加してた人が遅かったので、トネさんと平塚さん乗ってて、そう、なんか、まあ、楽しく過ごした。15分遅刻。ゆきゃどんが今日お墓行って妹迎えに行ってきた。そっか。いや、ゆっくり過ごすんだよ。で、合ってる？5963。ああ、もじゃさんどうもね、ありがとう。はい、終電間に合わず、どこに寝た？終電間に合わず、メンバーによってタクシーで帰ったり、お家まで届けてもらったりとかしてた。花火大会、サマーフェスティバル、花火大会。おいたんって今年花火大会見たっけ？なんだっけ？あれ、花火大会って見た？おいたん。なんかわかんないわ。あ、じゃあ花火大会は見に行きたかったけど見に行けなかったんだ。そう。たたたたたたた。この時期の車移動は仕方ないです。そう、まあね、みんなそうだよね。かわいいよ。ありがとうけど。あれだよね、祭りだよね。どうした？いや、なんかね、やばいんですよ、もう今日ね。本当になんかもうずっと眠いし、そう、なんかね、気がつくと自分が日本語を喋っていない。てか、アリネが次の日も普通に仕事言ってたな。まあそこは若さでなんとかなるか。そう、アリネ OL だから。私物サインとかしてもらえないのかな。ペンラにサイン欲しいわ。じゃ、それはちょっと、じゃあノバちゃんに交渉してみ。さてと、あと残り7時間頑張りますかね。頑張ってよ、お兄さん、ありがとう。一番地獄だったのはドライバーさんか。いや、でもそうですよ。本当に運転してくれたスタッフさんはね、本当、滋賀の衛星とか暑い中も過ごしてるのにね、ずっと運転してくださって。あれ、ノバナ一緒に帰って、そう、ノバちゃんはさっきに出た便で帰ったの。くそ。ご苦労さんか。ありがとう。ごめん、気づかなくて。葵ちゃんは、ミス、郷土インフェスティバル。あ、埼玉県幸手市の親善大使。どこかのリリーベで私物サイン。自分も欲しい。私物サイン。ちょっとリリーベでちょっとやってみようね、今度。言おう。今日のアイタンも好き。ありがとう。ありがとう。うちまで届け。マジか。そうだよ。そう。そうなの。スタッフさん一番疲れてんの。ばんは、ありがとう。タッカーさん、ばんは。阿波踊り知らんのか。あんま、なんか、わかんないかも。のばちゃんに、オッケー。のばちゃん悪く言ったらあかん。お、すいません。ミス埼玉ですか？すごいな。お、の、の、の、ミス、さて。埼玉、さて、イン埼玉。かわいいナンバーワン。ありが
今日の浜松は収録飛ぶパン泣きそうです。はい、そうなんですよ。皆さんあれです、アイドルパスがない。ちょっと待って、よし、あやばい、よしよし、はい、日付変わって本日はですね、こちらペーパーアイドルという、無料のラジオの公開収録と、ライブがあります、浜松町駅北口文化放送サテライトプラス広場で行うんですけれども、19時から19時半ラジオの公開収録があり、19時40分からライブがあります。まあ、ちょっと残念ながらね、あおいたんライブには出ないんですけども、公開収録から出てますので、ぜひ見てください、公開収録で。ライブの後はですね、今回はね、福島由香さんと SIR のチームエンジェルさんが来てくれるので、まあ、ライブをして、そしたらその後無料名刺配布会があるので、こちらの名刺を一列に並んでいただければ無料で配布します。その後物販なので、思い出は的にということで残しましょう。はい、よろしくお願いします、ペコリンチョ。よし、そして、次の日、もうすぐそこでになりました、8月15日ラックリアイドルフェス×ボーフェス2019 in ZEP 東京です。ZEP 東京で、主催イベントとなります。前売りチケットが本日の18時までじゃなかったかな、なので行けるよって方もしいたら E プラスでぜひゲットをしてください。10時15分会場、11時開演です。で、ラックアイドル編集部赤い字ゼロの出番が13時50分からだっけ、40分からだっけみたいな感じになってます。で、まあ、もちろん前説とかもやりますので、そう、ぜひライブを見に来て、物販とかでお話をしましょう。ぜひお待ちしております、ペコリンちゃん。だから会社に泊まればよかったんじゃ、いや、それはまあ考えなくもなかった。のばちゃんの走ってる後ろ姿可愛かった。あね、あれね、のばな足遅いと思って、栃木の俺でも知ってるのに、なんかね、知ってるよ、花笠温度は知ってるよ。ミス埼玉すごいな、ちょっと規模大きくなったね。やだ、大丈夫か、ごめんね、いてー、ごめんね。大丈夫、エブリシングオーケー、おー、ご中カニオーバーユッケマンありがたいけど、公開収録見る、見てください。微妙なバランスの上で配信しております、ベコリ。そうそうなんですよ、結構ね、1ミリ単位でずれたらいろいろ問題が発生するんです、この配信は。ホップステップスマイル、あ、波の観察者さん久しぶり、ありがとう。ホップステップスマイル、みんなで作ろう笑顔の輪ですよ。一緒にオタクしようね、一緒にオタクしよう。名刺の裏ってどうなるの、これですか、どうする、どうしようかね、そろそろ名刺新しいっていうか次のやつ発注したいんだけど、そう、どうしようかね。思い出は的にアイドル、アイドル。こんばんは、あ、上様こんばんは、お帰りなさい。葵ちゃんは三里町人、どこ三里。大事な告知なのに眠気が、眠くないよ、眠くないと思えば眠くないんだよ。花笠って場所違くね、え、嘘、本当に。1ミリ、そんな精密じゃそんな繊細な配信じゃないです。三里町はブルーベリーや、マイブルーベリー食べるの、ゆきゃの丸ハート、ハートだった。花笠山形、山形さくらんぼだって、映っちゃいけない2人になるんじゃないの。うん、まあそうだね、そういうことだね、ちょっとそれはまあ考えるわ。あー、豚さんありがとう、あ、やばい、豚さん、ちょっとごめん、今ごめん、違うんだ、ちょっとこっちなんだ今、ありがとう豚さん、ありがとう。そう、この枕をちゃんと戻すと豚さんに戻る。もうちゃんと今回は豚さん枕持ってったからさ、快適だった。葵ちゃん、ファミリーハブ、ブルーベリーガーデン、あー、ブルーベリーでも育てたことあるよ、うち。何はともあれ、お疲れ、ありがとうカレー、
ありがとう、カレー。まあ、葵ちゃんが可愛いから問題ない。ん？ありがとう。笑ってる。お？お？おい？豚さん、ちゃんと戻しとけよ。いや、ちょっと、そう、もうずっとこれでそう。ごめんね。次戻しとくわ。メガネの葵ちゃんが可愛い。本当に？嘘。メガネ？そっか、じゃあずっとメガネかけよう。そう、コンタクトなくなるんだ。買いに行かなきゃな。豚さん、リバーシブル。イエス、リバーシブル。そういうこと。変更が多いと名刺大変だよね。そうなんだよね。そうなんですよ。乗ってるけど、豚さん。ハルコも変形しないかな？しません。そんなね、万能じゃないんですよ、ハルコは。あー、落ちた。ごめんね、豚さん。ありがとう、カレー。ありがとう、カレー。ブルーベリー、うちの市の特産品かと。本当に？牛タン以外にもあるのね。あー、葵ちゃんはミス幸手市ですか？あー、イエス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 。イエス、幸手。ハルコ、優しくして、すいません。はい、まあ、そんな感じです。とりあえず、まあ、日付的に今日ですね、ペーパーアイドル浜松町にいます、ぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。はい、ということで、そろそろ終わりにしたいと思います。あー、そうだ、あと忘れた。9月4日、誕生日当日に、撮影会とオフ会をします。あれですね、指定のメールアドレスにメールを送って応募していただく形になります。ぜひ行けるよって方、アウターのツイッターをさかのぼってアイドリームのアカウントをよく見て応募してください。ぜひ誕生日当日一緒に過ごしましょう。よろしくお願いします。ピコリンちゃん、よし、ありがとう。コメント流れちゃった方いたらごめんなさい。5位、ケンピー。4位、まつみさん。3位、ジロタン。2位、リホちゃん。1位、ハルミンミン。ありがとうございます。右上のハート白い方はぜひ毎日配信してるのでピンク色にお願いします。あとツイッターと、あとさっきそうインスタグラムを更新したなので、インスタグラムも見てください。よろしくお願いします。あー、料理おやすみ、夏子。はい、それではみんな遅くまでありがとう。みんなもね、台風気をつけていきましょう。以上、ラックユアイドル編集部、葵たんことランバー葵でした。おやすみなさーい。